ああなるほどとあの ET っていうのを徹底的に分解して再構成したらトトロになるわっていうのが分かったんですけどもこれねあの隣のののトトロのでですすね、一番初期アアイデアなんですよ。でこの絵の67ページにですね「ホタルの墓」と「隣のトトロ」に対しての宣伝方針ね会議のですね,のですねこれあの多分 鈴木敏夫さんが書いたボードですね、テレビアニメーション「頭の上のチッカポッカ」というです、ねえー、企画書までついてるんですけども、まあ、そんな状態で発見されたんですよ。 先週の金曜日から、あの、1週間だけ限定公開している、あの、隣のトトロの動画見てくれましたかえっ、ー、とね、あの、隣のトトロについて解説した動画をですね、1週間だけ、先週の金曜ロードショーの隣のトトロに合わせてですね、限定公開して、普段だったら見れない限定部分を見えるようにしてるんですけども、えー、その動画の公開期限がですね、8月25日のですね、深夜0時前だからです、ね。まだの人は、まあ、急いで見てください。えー、さて、先週に続きですね、今週も隣のトトロ、 トトロの動画、それもまあ、今回さらにもう一歩踏み込んだですね、あの動画に話になってます。えー、ということでですね、こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、先週ですね、限定解除したですね、トトロの動画がですね、まあ、作品内に書いてることを分析してるんですねで。どういうふうな意味があるのかとかですね、なんでこういう表現になってるのか、どういうアニメーション、セルアニメっていうの作り方をしてるのかっていう、まあ、そういうふうなことを語るですね、まあ、 トトロ、隣のトトロというアニメの解説だとするとですね、えー、今日見てもらうのはですね、そういうトトロを作った宮崎駿のですね、 まあ、分析報告みたいな話なんですね。え、宮崎駿のですね、作ったワイのトトロと、あと、スティーブン・スピルバーグのですね、えー、ET のですね、意外な関連性ですね。実はこれあの、まあ、あの、ジブリのですね、あの、なんだろう、発表している資料自体にその引用がですね、あ,ありますので,ですね、当時の関係者の証言とかですね、細かい資料などの証拠をちょっとずつこう積み上げながらですね、説明、検証していきたいと思います。えー、正直ですね、あの、いつもの のジブリにに比べるると、とちょっっ、ねえー、難しいの内容になってるんです、ね、まあそんな爽快感があるうわあのアニメこのシーンにはこんなかっていうのがっていうのよりもですねどちらかというとへえっていうあそうそんなに宮崎駿って案外ヒット作の影響を受ける普通の人なんだと普通のおじさん宮崎駿がですね 他の当時自分が流行ってるものをですね、こんな流行ってるものなんか俺見ないとかですね、そんなことを言いながら、え実は案外見てるんだっていうふうなことをですね、ちょっと、ま、感じてくれれば嬉しいなと思います。えこの動画はですね、2020年8月16日に配信した岡田斗司夫ゼミ第348回をですね、え再配信します。え今日はですね、あの、アップロード情報ありませんですね。えそれではここから無料動画スタートです。 えー、では「隣のトトロ」の話です。と、えー、ト,トロと E.T. の関係というのを話そうと思ったんですけども8月16日にですね17回目のテレビ放送がありました。で初放,初放送テレビでですね「金曜ロードショー」で「隣のトトロ」が放送されたのが1989年だから。 32年間やってるんですね。で、32年間で17回やってるんですよ。2年に1回以上のもう本当にヘビロテでやってます。まさに国民的アニメです。えー、国民的アニメといってもですね、日本人だけでなくてですね、世界中でもですね、人気があります。例えば、あ、すいません、ちょっと扇風機止めてください。えっ、ー、とですね、トイ・ストーリー三ではですね、まあ、あの、 この端っこのところにですね、ちゃんとゲスト出演してるんですね、トイストリーのラストシーンで、えー、ゲスト出演して、あとはザ・シンプソンズでもですね、まるエピソード一回作ってですね、なんか不思議なあの、ジブリのアニメの世界に入り込むということで,ですね、猫バスみたいなものが出てくるというパロディーシーンがあってですね、まあこんな風にですね、世界中でですね、えー、愛されてる、海外のクリエイターにも絶賛されてるしですね、影響を与えてるのがモノノノケ、あ、隣のトロトです。で 以前でもです、ね、このゼミで「となりのトトロ」って徹底解説したのでもうね語ることはないかと思ってたんですけども、まあ、いくらでもあるんですよ本当に。で不思議なエピソードをですね、えー、見つけてきました「となりのトトロ」に関してえー、っとですね「これかなアート・オブ・トトロ」っていうですね「となりのトトロのです、ね」の美術集なんですけどもその中にですね あのもう本当に最後の最後の方なんですけども、まあ、こう文字ばっかりのページがびっちりあってですねでこれ何かっていうとあの当時のアニメージュあの徳間のアニメ雑誌のアニメージュの記者野村正明さんという人がですね、えー、もうほとんど半年間ですねスタジオジブリに入り浸りで えっとあの宮崎駿とですね、高畑一三に密着してたんですねで高畑一三があんまり相手してくれないからかなり宮崎駿寄りに密着取材してたんですけどもその時にですねあの宮崎駿が言ったセリフなんですけどもあ宮崎駿との話の内容なんですけどもあの野村さんはですねこの半年間の密着の時に話しに行くと宮崎駿はですねその大英時代劇と なぜかスティーブンスピルバーグの話ばっかりしていたとで、第1代駅というのは何でかっていう。何でかって言うと、あのトトロの自然描写とか。あとカメラ位置なんですよ。隣のトトロってものすごいカメラ位置がですね。微妙であのいわゆるえっ、ー、とですね。あの、小津安二郎とかですね。あとはその？ 昔の日本の時代劇っていわゆるロケモノとかがあまりなくて全部スタジオ撮影なんでですねカメラポジションが大事なんですねカメラと照明の角度でですね季節感というのを出すんですよ。であのその時宮崎駿はですねいかに,に昔の日本映画がすごかったのかっていうのは日本の風土と関係があるといわゆるその リトルニモの時に宮崎駿はアメリカに結構しょっちゅう行ってて、で、ロサンゼルスの森の中とかも歩いたんだけども、びっくりするぐらい単調だと。日本だったら森の中に一歩足を踏み出た瞬間に、すごい数の雑草があって、一歩歩くごとに植物草がどんどん変化していって、見たこともない虫が、ね、いくらでも湧いてくるんだけども、ところが、ロサンゼルスっていうのはそれよりもはるかにでかいメタセコイアとかのです、ね、森があるんだけど、ところが森の中は、 思ったよりもずっと乾いてるし思ったよりもずっと単純な植物は多いんだけども均一な植物層でできているとなので日本映画っていうのはこの複雑な自然っていうのをいかにモノクロの時代から描こうとしていたかでそれをカメラのアングルとか照明だけでやろうとしていたっていう話をずっと大映画に関して話すわけですねでそれはですねあのトトロでやろうとしていることだから理解できるんですけどもなんでスピルバーグの 話なかスピルバーグの何の話なのかってあ,あまりに意外な名前だったんですね。ほかに宮崎駿がこの時期にです、ね、スピルバーグの話してないかどうか出てないかどうか調べてみたらです、ね、またこれもね重たくてでかい本なんですけど「スタジオジブリ作品関連資料集」っていう本があるんですよでこの絵の67ページにですねえー、っと ホタルの墓と隣を通りに対しての宣伝方針のです、ね、会議のです、ね、これあの多分鈴木敏夫さんが書いた冒頭ですねで、えー、その中でですねあの類似作品あえて似てる作品ということで類似作品ということでですね、えー、書いてあるのがですね、えー、ルネ・クイーマーのです、ね、禁じられた遊び。 ルネクイーマンの禁じられた遊びっていうのはわかるんですよ。両方とも戦争で子供がひどい目に遭う話ですからわかるんですけど、ところが、隣のトトロの類似作品で、スピルバーグの ET っていうふうに書いてるんですね。で、これが、あの、なんでだろうと。あの、実はですね、この宣伝資料のですね、この類似作品とか、ここら辺って、一切会議以外には出ないんですよね。 あのこの方法で宣伝方針が組まれてるんですけれども例えば蛍の墓の宣伝文句には一切禁じられた遊びのような映画ですとは書いてないんですよあの名画、ね、ルネねクイマンの禁じられた遊びというのは書かずに禁じられた遊びのような作品だということを分からせるんでようにするとこれがその,あの宣伝方針宣伝というもののやり方なんですけどもだから外部にはこれを知られないようにしながら実はこれって禁じられた遊びだよな 実はこれ ET だよなというのを宣伝部の人間は分かってるんだけど外側に知られずに知らあの告知資料というのがですねこの内部資料なんですよね。じゃあなんで ET が類似の作品なのかどこが似てたっけと思ってまああの考えてみた,は見たんですよね。で E.T. は1982年の作品でトトロは1988年だから、まあ、年代的に言えば影響を与えてると言えるんですよ年代的に。でただですねんでかが全くあの理解できなかったんですけどもようやっとですね関係が分かってきたのはですね「えー、アート・オブ・デイでです、ね」で出てきたこの絵を見た時でした。 これねあの、隣のトトロのです、ね、一番初期のアイデアなんですよ、えー。トトロの映画が始まった時の原案みたいなもので宮崎駿が書いたボードです。現代の町ですで。現代の町で1軒だけものすごいでかいクスノキが生えてる庭にクスノキが生えている家があると。で その家でですね、あのおばあさんが一人で住んでると。で、夏休みに孫が遊びに来て、孫に昔話がしてると。なんでうちの家にはあんなにでかい木が生えてるのっていうと、話を、おばあさんがそれはねっていう話をしだす。そうすると、話をしてるうちに、この周りのビルがどんどんなくなっていって、で、道がですね、えー、水路に変わってですね、で、えー、ビルが消えて田んぼに変わっていってですね、<laughs> で、 こういうですね、昭和30年代の町になるんですね。さっきの曲がり角のところに、そのおばあさんの家があって、でかい家が、あの木が生えていると。で、周りがもう全部田んぼで、で、田んぼの <laughs> 水をやるために水路が複雑に走っていて川があって、で、ずっと周りが田舎の町だというふうになるんですよ。で、そこにですね、そのオート山林がトコトコトコと走ってくるところから話が始まる。で、そのおばあさんが、 いきなりちっちゃい女の子になったところから話が始まって、雨の中ですね、こんな町でですね、お化けに傘を差してあげ、貸してあげたと。雨が降ってたのでお化け、で、隣のお化けがいたと。お化けに傘を貸してあげたら、お礼に木の実をくれたと。その木の実を庭に植えたら、なんかものすごい大きくなっちゃったんですね。で、えー、大きくなって、で、またラストはですね、その、その、主人公だった幼女が、もうおばあちゃんになってるんですね。 で、かつての自分の年齢ぐらいだった孫たちに話をしてですね、えー、じゃあそのお化けはまだいるのっていうふうにおばあちゃんに言うと、いやもう見ないね、いるかもしれないねっていうとそこにほうほうという声が聞こえると。そのほうほうという声はそのお化け、トトロですね、がまだクスノキの上でオカリナを吹いてる音なんですけども、もうそのおばあちゃんにはそのオ,オカリナの音はかつては あ、お化けだ、お化けの怒りだと分かっていた自分はもういなくておばあちゃんになったからフクロウの声にしか聞こえないっていう話なんですね。すごい不思議な話なんですよ。だからあの舞台となる昭和三十年代というのを昔話として現代からスタートして昔に戻ってまた現代に戻ってくる話として書く予定だったんですね。で、後にですね、あの宮崎駿はこのトトロの これはあの前回の「太陽の都度特集」でも語ったんですけどもあの自分の映画の中に出てくるキャラクターというのは全部自分の心の中で年齢を重ねてるとだから皐月も明もまだ生きていて年を重ねていてもう子供がいてひょっとしたら孫がいるぐらいの年年齢になってるっていうふうに宮崎駿を語ってるんですけどもなんかねこの,この、えー、木が大きくなって で、昔話として不思議なものに出会ったっていう話を聞いたときにですね、ようやっとこう僕の中で、あっと思ってつながったんですけども、ET ってそもそもどんな話なのかって、基本設定を忘れがちなんですけど、ET ってね、植物学者なんですよ。で、植物を成長させる能力を持っている宇宙人、異星人なんですね。で この指の光っていうのはですね、怪我を治すような感じで本編内で使われてるんですけども、元々は食あは植物の成長を進めて、で、枯れた花を復活させるんですよ。だから ET が生き返ったシンボルでエリオット君が持っている枯れた蜂の花がブワーッと咲き出すんですよね。うん、あの、もののけ姫の獅子神の元ネタって ET なんですよ、実は。枯れた花が一斉うわっと咲き、うん、あの、先 あの花が咲いてそれで命があることを伝えるっていうのを ET がやってることでですね。で、これなんですよね。で、えー、考えてみるとその主人公のエリオットはですね、お父さんがいないその母子家庭の兄弟なんですね。しっかり者のエリオットの少年とわがままな妹がいて相手をしてくれないお兄ちゃんがいるですね。で、えー、そういえばですね、この 空飛ぶ自転車もです、ね、ネコバスと出し方が似てるんですよ。どっちも最初は一人で目撃したり一人で体験したりしてでラストはです、ね、みんなを乗せて空を飛んで目的地に連れていくと。でトトロン続編「メイと子猫バス」ではですねちゃんとあの月夜に猫バスたちが群れて空を飛んでいくとです、ね、同じようなシーン出てくるんですけどもああなるほどとあの ET っていうのを徹底的に 分解して再構成したらトトロになるわっていうのが分かったんですけどもじゃあエリオットがですねそのエリオット少年 E.T. の主人公のエリオット少年がですねサツキやメイと同じくずっと年を重ねていったらどうなるだろうかそうするとエリオット少年が大人になって老人になって孫に囲まれてなんで裏の森はあんな巨大な木があるのかというふうに聞かれるとそうするとエリオットは孫たちに昔不思議な宇宙人を助けた話っていうのを聞かせると。 で、不思議な宇宙人は植物を生やす力を持っていて最後に鉢植えをくれたんだよでその鉢植えを庭に植えたらでっかい木になっちゃったとで鉢植えの植物は際限なくでかくなって宇宙船が着陸していたあの森っていうのは巨大な原始林になったというですね、まあ、こういう ET っていうのを組み替えるとしたらエリオットがおじいさんになって昔を改装する話もできるわけですね。 で、宮崎駿がトトロの企画中スピルバーグの話ばっかりしてたっていうのは多分ねこれなんじゃないのかと。で自分が思いついた ET を見たあとで ET が面白いではないですよ自分が思いついた ET の続編というかな ET を別角度から撮るいわゆる国立坂からで言えばそこは海がパッと起きて。 布団を畳んだ方がいいっていうのと同じように、スピルバーク、面白いけど違うと、ここはこういうふうに取った方がいいっていうですね、アイデアがもう思いついて、もうやりたくてしょうがなくなっちゃうわけですよね。だから、その後の話ばっかり夢中になっちゃった。で、その時のお話を、えー、日本に変えて、隣のトトロっていうのは出来上がったんじゃないか。いや、なんかね、まだ足りないんですよ。あの、なんでトトロに行き着いたのかっていうのは、 E.T. はアイデアのきっかけにしか過ぎないと、こう思います。えー、トトロが生まれるにはですね、スピルバーグだけじゃ足りないんですよ。もう、とんでもないですね。もう一人ですね、えー、超メジャークリエイターが必要だったというです。えー、隣のトトロですね、えー、続き、あのー、になります。えー、ここまで、私、一旦ここで休憩ですね。えー、スティーブン・スピルバーグの E.T. が、実は元ネタで、隣のトロが、の原型が完成したと。 でもそれだけではまだ生まれないもう一人のですねクリエイターが必要だったこれは次の話になります、えー、一旦休憩しますねもう本当に僕はねなんで ET なのかっていうのがねだからなんでスピルバーグなのかっていうのがすごい謎だったんですけどもようやっとさっきの「隣のトの原案」っていうやつとつなぎ合わせるとわかるようになったんですけども、えー、ではですね「隣のトの続きです これね、あの、スタジオジブリの広報ですね、西岡純一さんです。今も広報やってるかどうか知りません。えー、2010年1月13日の YouTube 映像です。あのね、アリエッティのですね、あの、えー、宣伝してるとき、仮暮らしのアリエッティって宣伝すごい凝ってたんですよね。で、 毎日 YouTube でですね、動画配信してたんですよ。すごいです。スタジオジブリって元祖 YouTuber だったんですよね <laughs> で。で、えー、2010年の1月13日ですね、えー、プロデューサー西岡さんが、この人がですね、まさ、西岡さんが毎日話するんですけど、この日はですね、あの、高畑勲の話をしていますですね。 で、高畑勲がですね「アリエッテて」の企画を思いついたのはそもそもって話をしてるんですけども、まあ、まとめるとですねメアリー・ノートンという人が書いた「ですね、「床の下の小人たち」という小説がありますイギリスの児童文学でこれがですねあの1956年に日本ではもうすでに翻訳されたんですけども東映動画に入社したってすぐの高畑勲はもう 入社して、すすぐその小人たちを読んでるんです、ね、でるね。これは面白いと思って自分が作るアニメの企画にしたかったんですけどしかしあの高畑勲はですね東映動画に入社したばっかりでまだまだ企画を出せる立場ではなかった入社してすぐに企画会議みたいなものがあって誰でも企画出していいよという時にその時に「かぐや姫の物語」を一本目として出してるんですけどもそれでもですねあの全然なんだろうなそういうことをやらせてもらえる雰囲気じゃなかったので諦めてそっからもう 50? 60年ぐらい貯めてですね50年ぐらい貯めて出すことになるんですけども床下の子供たちも同じなんですよ投影動画では出せる雰囲気じゃないので自分の中で企画として貯めていたでその後、ですね1971年に宮崎駿らと一緒にですね投影動画をやめてエイプロという会社に入りますでエイプロでですね高畑勲はですねこの床下の子供たちをですねアニメの企画にしますでアニメの企画をするんですけどもヨーロッパにはそのなんだろうな 小人たちが森の中に住んでるとか家の下に住んでるという文化があるけど日本にはそんなものがないと。まあ、これあの西岡さんが話すんですけどあえて言えば日本にあるのはそのネズミだと。 ネズミたちが屋根裏に住んでいてとかネズミたちがそのお,におにぎりがコロコロ転がって穴の中に入ったらその中で国を作っててっていうようなものはあるんだけども小人たちというような文化は確かになんだろうなあの一寸法師みたいなものはあるんだけども集団で小人が暮らしているという文化はヨーロッパにしかないとあれ日本ではないと。 アイヌのコロボックルみたいなものを持ってきてやるのがいいんじゃないかっていうのことでですね、えー、小人たちがですね、人間の家の中で狩りをする話を書きます。小人たちにとっては人間の家というのは自然環境なんですよ。だから狩り、ハンティングなんですね。でハンティングして <coughs> 人間の家からですね、いろんなものを盗んで暮らすそういうふうな小人たちの話、チッカポッカっていう話を考えました。で、えー、このチッカポッカという作品もですね、この えー、西岡さんはですね、えーまあ、考えたんだけどこの作品も高畑さんを離れてアリエッティこの別の作品に発展させた,ううさせたからアリエッティの話じゃないですよこれアリエッティの宣伝だからあの宮崎さんが別の作品に発展させたっていうのはアリエッティ以外の何かに発展させたでそもそもいきなりこの人の口から出てきた謎の企画「チッカポカとは何か」なんですよね。 で、チッカポッカの正体が何かっていうと、高畑勲さんがですね、あの、お亡くなりになった時に、脚本家のですね、辻正樹さ,さんが、えー、ツイートしました。2018年4月8日のツイートです。ですね。えー、書いてあって、東京ムービー企画、屋根の上のチッカポッカが実現に至らず、とうとう仕事でご一緒できなかったのが残念でなりません。というふうに書いてあります。 「屋根の上のちっかぽか」とは何かっていうとこの辻さん自身が書かれている「僕たちのアニメ誌」という本があるんですけどその中で <laughs> 少し触れています。え今となっては、まあ、秘話でしかないが秘話秘密話でしかないが演出は高畑で宮崎で脚本は誰それ誰それそして僕が新企画で顔を合わせたことがあったと高畑宮崎の演出でえタイトルは「屋根の上のちっかぽか」日常生活に小人が紛れ込む設定だった。 っていうふうに語ってるんですね。このチカポカっていうのは、あの宮崎マニアの間では割とタイトルだけは有名だったんですよ。でも全然ですね、どんな作品か。 わかんなかった。わかんないんですよね。で、しかしですね、2016年ですね、えー、ついに、えー、設定資料が出てきました。あ、すいません。今なんかコメントに流れたんですけども、辻正樹さんは別に死んでません。<laughs> あの、辻正樹さんはご存命で、まだあの、現役の作家なんですけども、これは、高畑勲への追悼文ですね。で、2016年ですね、ついにその設定が、えー、出てきました。それもですね、宮崎駿の原画が、あのー、発見されたんですね。 これがですね、その、頭の上のチッカポッカですよ。で、これ、なんで、何かというと、マンダラけのオークションなんですね。マンだらけのオークションで、落札価格がですね、53万円なんですよ。もう、4年前ですけど、まあもう今更言ってもしょうがないんですけど、しまったと思って、いや、53万だったら買ってるよ、あのね、これだけじゃなくて、 企画書までついてるんですね。テレビアニメーション、頭の上のチッカポッカというですね、えー、企画書までついてるんですけども、まあ、そんな状態で発見されたんですよ。で、オークションのコメントでですね、宮崎駿と藤子不二雄という日本を代表するアニメーターと漫画家が、ジャングルクロベーという作品で繋がっていた。 そのジャングルク黒部の原案が「頭の上のチッカポッカ」今回そのキャラがついに明らかになったおそらく表に出るのは初めてだろう着色されたチッカとポッカ幻の存在がついにそのベールを脱いだしかも直筆を紹介できたのは嬉しい限りであるというふうにマンダラ家のコメントには書いてありますですねでこの「頭の上のチッカとポッカは」は、えー、楠瀬三吉郎さんと人ですねあの後の親衛動画の社長になった人 ですえー、今年お亡くなりになりました。この方がですね、ドラえもんへの感謝状という本の中でこう書いています。ジャングル黒部はもともと別のアニメ作家と一緒に練、ね、った話です。チッカとボッカ、いい加減な名前を付けて作家スタッフにキャラクターを書いてもらいました。これのことですね。ところが放送局が作家は誰ですかと聞くと、聞いてきました。手塚治虫や赤塚不二のようなビッグネームですかと言てきたわけです。名前を告げるとテレビ局がその作家を 嫌がりました。無名だからというのがその理由です。ということでまだテレビ局は宮崎駿の名前を全く評価してなかった知らなかったので,です、ね、この「ちっか」と「ぼっか」というキャラクターは没になってしまって結局その漫画の部分を担当する藤子 F 不二雄だけが生きてですねよいしょ「ジャングルクロベ」という形で残ったわけですね。 もともとは高畑勲が、えー、1956年にですね、えー、床,の下床下の小人たちっていうのを読んで、あのー、これやろうと思って、でそれをアインの形に置き換えて、えー、頭の上のチッカとボッカというタイトルで宮崎駿と一緒に作ろうとしたと。宮崎駿がですね、キャラクターデザインまでした。で、それの漫画担当として、藤子藤は、F 藤は選ばれた。 なので、藤子 F 不二雄はです、ね、後に「ジャングルクロベ」のこれ後書きの中でも書いてるんですけれども自分の漫画家の人生の中で唯一自分が考えたアイデアじゃないのがこの「ジャングルクロベ」だとだから申し訳ないけど最後まで気持ちが乗れなかったとテレビ局から押し付けられたもうすごい忙しい時だったからテレビ局から押し付けられてこのアニメを準備してるだからこれの漫画を 書いてくれというふうに言われて、書いた。自分なりにその後アイデアもいっぱい出して、キャラクターもどんどん出して。何とかやったつもりだけども、なんか最後まで乗り切れない作品になったと。で。なので、結局どういうことかというと、宮崎駿、高畑勲は。アイデアだけテレビ局に盗まれたわけですね。その意味では、藤子 F. 不二雄も被害者なんですよ。藤子 F. 不二雄も。その当時、まあ藤子 F. 不二雄の書いた漫画をアニメ化するのが当たり前だったんですけども。 あのアニメーションというのは作るのにやっぱり準備期間に半年ぐらいかかるのでですね漫画の人気が出てからアニメを始めちゃうとアニメがスタートする頃には漫画が終わっちゃうってことがよくあったんですね。それがないように企画選考でテレビ局が作らせて漫画を描かせてやろうとしたらですねえー、結局じゃあ そんな無名な奴らいらないよということで高畑勲、宮崎駿はいつの間にかスタッフから座組から外されてそして、えー、藤子不二雄はですね逃げられなくて漫画を描くことになってそれでも自分なりに何とか面白くしようとしてちゃんと面白くはなったはなったんですけども本人としてもですねちょっと最後まで納得がいかない作品になっているこういうふうな流れだったんですねで、えー、この企画はですね後に あの仮暮らしのアリエッティにつながっているというふうにですね高畑はですねインタビューで言ってるわけですけどもしかしもう一つ高畑勲はですねえ重要なことを言ってますですねお話戻りますねそもそもここに戻るんですけども、えー、自分はこの企画ちちかとぼっかから離れて後に宮崎さんは別の企画に完成させたですね 別の企画っていうのはあり得てと違う別の企画なんですけどこれが高畑勲が言ってるのが隣のトトロのことなんですよ。えつまり流れとしてはこういうことになります。えー、<laughs> 1956年高畑勲、を床下の小人を読む。 1972年、えー、宮崎駿とちっかとぼっかの企画を立てる。しかし、1973年、ジャングルクローベーはですね、えー、としてですね、アニメが始まってしまって、高畑勲はですね、この企画を捨てます。床下の子たちっていうのはもう、ちっかと僕漢の考えるのをやめるんですね。で、えー、宮崎駿はですね、痴漢と僕漢を絵本、トトロとして企画。しかし、企画は通らないんですね。えーもともとはこの 昔の小人を読んだのが起源だったんですけども、ええー、まあこのチカとボッカにしたときにですね、アイヌのコロボックルというふうな話にしたと。で、この企画もダメだったので、同じくダメだった長靴下のピッピと混ぜて、パンダコパンダを作る。だから、 ジャングルクローベのあのアニメが放送してる時にですね、宮崎駿と高畑勲はですね、パンダコパンダというのを作ってるんですけど、パンダコパンダっていうのは見事にこのチッカとボッカと長靴下のピッピを混ぜたような企画になってるんですね。で、この段階でもう高畑勲の気は済んじゃったんですよ。パンダコパンダ作ったから。あの人同じものを2回やらない人だから。宮崎駿は同じものを何回もする人なので。で、高畑勲はこの企画のことを捨てて忘れたんですけれども、ところが宮崎駿はまだこだわってると。 宮崎さんは別の企画にしましたっていうのが何だったかっていうと気に入ったアイデアは絶対捨てない宮崎駿にバトンタッチされてですね、えー、で,でその後、ですね宮崎駿はですね「アルプスの少女ハイジ」で母を訪ねて三千里この2本で高畑勲の下で作品を作るんですけどこのまま他人の作品をずっと手伝うのかと自分の作品というのを作れないのかというふうなことで欲求不満になって、まあ、絵本を作ろうとするんですね。えーで 床の下とか天井裏に住んでいる小人が人間のものを盗む狩りをするというアイデアを気に入っているとでそこに日本独自の風土やお化けを取り入れて絵本版トトロというのを作ろうとしたんですけどしかし OK が出ないその間にですね日米合作の超大作アニメリトルニモに参加してハリウッドの空気と,とハリウッドの大スケールとす,るんです、知るんですねでああなんかハリウッドってすごいスケールで金回ってるんだけども結構プロデューサーに振り回されて思った通りのものができない良心的な 子ののものがで、きないといとうふうに宮崎駿は一旦諦めちゃうんですよね。でその後1978年ですね、未来少年コナンですね、えー、1979年カリオストン白、80、えー、でもこれ評価されず、やっと82年にナウシカの連載を開始しました。で、まあ、あの、風の谷のナウシカの漫画連載してた時は、宮崎駿はですね、もう児童文学をアニメでやるのはもうダメなんじゃないかというふうに諦めたんですけれども、そこで登場したのが、 こは E.T. なんですよ。で、E.T. っていうのはハリウッドの大予算、ハリウッドシステムの中でスティーブン・スピルバーグが児童文学をやった話なんですよ。完全に児童文学なんですよ。宮崎駿がもうそんなことできない。で、特にそのリトルニモでハリウッドの連中と会ったと、あいつらはダメだと。あんなんでは子供向けの本当に良心的な作品できないと思った、自分がそう言った言葉をもう反論するようにですね、スピルバーグが 子供向けのものを真正面から作って、ちゃんと児童文学として成立してると。これがやっぱすごいショックだったんですね。で、あの金儲けの亡者しかいないハリウッドですらスピルバーグは ET を作れたと。じゃあ日本でそんなものを作れないって考えるのは間違いじゃないかと。そんなですね、えー、高畑にですね、えー、まあ、これがですね、えー、なんか、なあの、隣のトトロに繋がっていくんですけど、ところが、じゃあ、隣のトトロという、 アニメを作ってもう一回チッカボッカーをやり直そうとしたんですけども、それに対してですね、えー、ライバルというかが現れると。それはチッカボッカーをですね、捨てたはずの師匠、高畑勲夫の新企画なんですね。でしかもですね、今回師匠である高畑勲夫はライバルとして宮崎駿に立ちふさがるということになります。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。えー、今日見てもらった動画の限定部分は、 ですね。有料会員のみになってます。あの、限定部分でどんな話してるのかっていうと、引き続き、とな、隣のトトロの研究報告なんですけどもですね、実はトトロという映画はですね、ファンタジーではなくて、あの、サイエンスフィクション、SF として見た方がわかりやすいよって話をしてるんですよね。あと、あの、絵コンテにですね、まああの、まだ残っていた幻のですね、エンディングの話ですね。これ、まあ、いろんな話がですね、こう、重なってきて、で、当時のですね、スタジオジブリの関係者の人もですね、 いいろろ話をしてるからです、ね、結構混ざってるんですけど、一応それ整理してみました。えー、続きが見たい人はですね、あの公式の岡田都市アーカイブか YouTube のですね、メンバーシップ、ドワンゴのですね、ブロマガチャンネル、ドルでム結構ですから参加してご覧になってください。あの、岡田都市アーカイブはですね、えー、毎月毎月2000円ではなくてですね、あの、1年間まとめて12000万2000円でですね、 えー、つまり、半年分の料金で1年間見放題というですね、お得なプランになっているので、ぜひ、あの、ボーナス時期ですからご検討ください。えー、詳しくはですね、動画概要欄にですね、えー、一応あの、いろいろ説明したり、リンク貼ったりしてるので見てください。それではまた、えー、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。